わかったよ。甘いものが苦手なんかな。じゃあグレープフルーツとかでさ、さっぱり。あ、ごめん。ほい、というこ、ん？なんだ？ニュース速報。ミーニュース。なになに？超久々。ニュース速報です。お、輸入品が入荷されました。マジで？バイリンガエル。え、なにこれ、かわいいんですけど。え、超かわいいんですけど。バイリンガエルやって。え、あれを使ったらなんか、自動的に翻訳されるとかそういう？じゃあちょっと一応買いに行ってみよっか。ん？違う方に入ってないね。よかったよかった。バイリンガエル。いいね。かわいい。買う。え、何色がいい？うん、誰に聞きよんかわからんけど。何色がいいかな？なんかヨッシーみたいな感じに見えるね。なんかさっき被っとった黒いやつやったんかな、さっきの。これかわいいと思ったけん、これにする。まあまた、いろいろ色を買っていこう。いろいろ色。色言いすぎやな。ほい、じゃあ、マンションに入って行きます。あ、めっちゃな、え、喧嘩かな？ほい、りんちゃん、入るよ。どうした？誰と喧嘩したの、今度は。うん、不機嫌そうだわ。チャーリーさん、仲直りしよう。仲直りしてよ。イライラを。さあ、何が良いかな？甘いものを食べる？例えばね、マカロン。ほい、これで、機嫌が治るはず。機嫌が治るほど美味しいはず。どうよ。すごく美味しかった。おー、やった、落ち着いた。ほいほい。プン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 。あ、冷蔵庫とかちゃんとあるんやね。あっち側あんまり見たことなかったかも、部屋の。許してあげて、チャーリーさん。お、よかった。やっぱり女の子は甘いもので機嫌治るんやね。私も多分治ると思う。うまくいきました。あ、しかも好物の2位に入っとるやん、マカロン。よかったよかった。なになに？お、実用品ブランコをもらいました。ありがとう。ミーニュース行こう。お願いします。シューマイが大量発生。え、なになになに？野生のシューマイ？おぉ。てか、家かわいいな。あれ、ハットくんは何してるの？拾おうとしてるの？マジで？知らない知らない。え、ほんとみんな知っとるね。野生のシューマイか。捕まえて美味しくいただくっていう感じ？いいやん、いいやん。ほい、それじゃあケンくん行こう。入るよ。うん、遊ぼう、遊ぼう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。今回はちゃんと遊ぶね。スタート。一人絵合わせじゃないけんね。それはもちろん、高校で。早速。てか、じゃんけんして決めればいいのね、先行高校。じゃなかったら私にしたら確実に高校にするよ。高校の方が絶対有利やもん。場所覚えれるけん。とか言って記憶力悪いんよね。マジで。しんくん。そこさっき開けたよ、私。ほい。お、来た来た来た。やったね。懐中時計。ここや、あ、違うわ、ここ。
ここさっき私開けたよってどやって感じで言ったのにさ、ウィー取られた。それと。お。それ。手加減してくださいまし。それ。それ。ああ。ああ。負けたわ。なんですって。まあケンくん喜んでるからあれだけども。また遊んでください。ぜひぜひまたリベンジするよ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。鼻かみ用ね。久しぶりに僕も興奮しました。あ、使ったん？部屋に犬が来た。久しぶりで興奮したって別にいつでもレンタルすればいいんだよ。きっといつでも使える剣だからそれ。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回またこの島に新しく住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み込んでいきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ほい、ルキアくん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。メラメラ型、突っ走る熱血タイプ。面白いことがあると周りの人を巻き込んで楽しむ、多少強引。あれやね、なんか見た目から性格が、すごいわかりやすいような気がする。ほい、ということで、マンション、あ、入るよ。今、ハートマークが。ほらー。出てるよ、出てるよ、マサオさん。入るよ。次こそは。誰だい、相手は。はぁ、あ。どうした、どうした。実は私、リンも、ネムも好きなんです。え？リンちゃんもネムちゃんも？いいでしょうか。どっちも、彼氏がいるんだ。もう少し考えてみます。うん。考えて。頑張ってよ、マサオさん。変わると眠れないタイプです。あ、なんかそういう人よくおるよね。私にはちょっといまいちよくわからないんだけど。私、枕が変わろうが、どこの場所だろうが、周りに人がおろうが、寝れるんで。ほい、じゃあ次、クラくん。入るよ。さあさあ、なんかすごい寝てるけど。はっ！そこ台所だよ。グッモーニング。お、シッシーさん、いいやいいやん。てか逆に繋がってなかったんや。紹介するよ。シッシーさんはね、どうだろう。世間話とかでいいんじゃないかな。ゆったりした感じの人やし。ほいほい、いってらっしゃい。ドアップ。あ、今回またアンテナが立ってる。シッシーさん結構な頻度で着替えるよね。私も見てておって思うことがよくあるんだけど。仲良くなれるか。お、結構笑ってるよ、シッシーさん。どんな感じ？話してみて印象は、お。よかったよかった。繋がった。うまくいきました。よかったよ。ありがとうございます。おかげで友達になれました。ほいほい。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。お、次、あやかちゃん入るよ。二人ともなんかすごいかゆそう。どうしたどうした？カガトビヨンかな？やっぱ夏林。グッモーニング。グッモーニング。桃と友達になりたいです。お、桃ちゃん。いいじゃん、いいじゃん。紹介するよ。桃ちゃんはね、結構気さくで明るい子だと思うから、面白い話とか。アドバイスありがとうございます。ほいほい。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。どうだ、どうだ。ああ、いいね。なんか女の子同士のこういう会話の様子とかすごいほっこりするね。え、気が合わなかったの？まだ友達にはなれませんでした。マジか、ももちゃん結構楽しそうだったよ、今。あ、
あれ？ちょっと見えづらいな。最近、目が悪くなってきたかも。え、マジで大丈夫？メガネとかコンタクトとかさ。まあ、最近はコンタクトの人が多いんかな。お、ももちゃん。誰かがももちゃんの噂しよるかな。くしゃみした、くしゃみした。さあ、誰とお友達になりたいの？グッモーニン。グッモーニン。全員に恋人がいたら。おー、なるほど。親友の K 君を。ゆかとくっつけるのはどう思いますか？え、ゆかちゃん、いいんじゃない？いいんじゃない？いいと思うよ。それでは、二人も合わせてみます。ほいほい、ぜひぜひ。私も見守るよ、一緒に。え、K 君、ちょっとお面は外そうよ。マジか、それつけっぱなしな感じか。あれかな、ゆかちゃんも結構さ、ファンキーな感じというか、芸術的なアーティスティックな感じやけん。個性的で素敵ってなるといいな。大丈夫なの？なんかあれさ、ついて回ってさ、見てたら私笑いそうなんだけど。今日はありがとう。こちらこそありがとう。お、これは？そりゃあそうだろう。そりゃあそうだろうさ。危なかったみたいです。ね。いや、デートの待ち合わせにあれで来られたら私はちょっとびっくりするよ。もっともっと綺麗になりたい。もっともっと綺麗に。ちなみにここのイベントはマジックショー開催中。このマジックってさ、種類はいろいろあるんかな？一個だけ？始まり始まり。お、前とは違うね。お客様の中から。そこの日がどうだあなた。私じゃないね。私かい。パワーを。いい感じです。マジでいい感じ？イエーイ。動け。落ち着いて。落ち着いてるよ。この通り。おー。めっちゃ笑顔。めっちゃ笑顔やったけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション。お、待って、右下に。おー、シッシーさん、入るよ入るよ。さあ、相手は誰だい？あのことが気になって。どのことすか？何も手につかないです。誰？ねむちゃん、ねむちゃん、ねむちゃんモテモテだ。ダメだよ。それはダメ。どうして反対するんですか？黒影さんがいるから。相手がいるから。そうだったんですか。ね。理想の夫婦ってね、コメント欄でも言ってたんだから。結婚してることに気づかないっていうのはあるものなのかね。僕じゃダメなんですね。まあ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 。さあ、ほら。そうやね。ちょっと、服装でも変えて気分転換しますか。何がいいかな。タンクトップ、カーゴパンツ。シッシーさん、こういう格好、よろしいんじゃないの？これで。はい、気分転換にどうぞ。お、早速着替えた、無言で。どうよ。まあまあ気に入ったようです。多少落ち込み度減った？まあ、元気を出してよ、シッシーさん。ほーい、それじゃあ、たっちゃん。入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう。めっちゃ海の中って感じやね。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。超アップクイズ、第一問。第一問、ででん。これは何でしょう？なんだそれは。え、全くわからない。レシート。答えは？なんとなく。レシート。ああ、よかったよかった。超アップクイズ、第二問。第二問、ででん。これは何でしょう？なんだよそれ、マカダミアナッツ。答えは？おお、よかったよかった。
とりあえずね、消去法の方が簡単かもしれない。最終問題、出てん。何？牛丼。答えは。おー、さすが。さすが私。やったね。だって確実にこれっていう感じではわからんけん。どれか選んでください。じゃあ、一番でかいの。ミラーボールだ。お宝ミラーボールをもらいました。あ、口紅とかよかったね。持ってないけん。ほい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。ほい。ほいほい、お願いします。何それ、先ロボがお披露目。自称ロボット博士だったの、リンさん。お、すげえ、成功すぎるやろ。二足歩行できないの、そこまでできてるのに。どういうことだ。自分だけの先ロボ。今更なの？今までにもそういうのあったの？ありがとう。イベント、お、夜市開催中。私この夜市結構楽しみなんよね。福袋楽しくって、お、さきちゃん、本物のさきちゃんに会えたよ。ほい、じゃあ福袋買います。さあ、中身は？一つ目。お、服、ミニのメイド服が入っていました。かわいい。そう、こういうかわいい服がね、結構手に入るんよね。はい、二つ目。お、その辺の石ころ入れるなし。普通に拾うから。いや、拾わないけどね。三つ目。おぉ、なになんだ？おぉっていう歓声が巻き起こったけど。軽音スタイル。おぉ、部屋とかも、部屋が入ってるってどういう状態だ？なるほど、部屋とかももらえるんやね、福袋。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速マンション。お、恋のマークがついている。ほらほら、アキちゃん。え、アキちゃん？入るよ。マジかマジか、アキちゃんということは？ね、ね、ね。なんでもないです。ほっといてください。ほっときませんよ、チャーリーさんでしょう。チャーリーにプロポーズしてるんですが、おー、来たよー。これは、頑張れ。場所はね、遊園地行こう。その前に着替えた方がいいですかね。そうやね。どうしよう。着替える？着替えると言ってもな。普通のサスペンダースカ、フリル T シャツ。こっちの方が、ね。女の子っぽく行こう。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。私がなんとか頑張るよ。考えている時に、今だ、とファイルを送ってくれますか？了解。わかった。それでは、プロポーズに行ってきます。行ってらっしゃい。私もちゃんとついてくからね。観覧車楽しみね。よし。そうだね。気合を入れて。何のことを考えてるんだ。おし、楽しいね。そうだね。はぁ、もうなんかこっちの緊張感が半端ないんよね。いいね、夕焼けかな。チャーリーと一緒だからかな。おぉ。ねえ、めっちゃ外赤いよね、なんか。ああ、いい感じだ、雰囲気が。どんどんハートが大きくなっていく。今回はいけそうだぞ、私。さあ、ちょ。おー、緊張するよー。一瞬を逃してはいけない。なぜ空白？む？あ、間違えたよ、間違えたよ。ものすごい間違えたよ。ゆまぴーちゃんだった。いや、おし。言っちゃえ、あきちゃん。言っちゃえよ、あきちゃん。次かな。おぉ、私がドキドキする。緊張感が半端ない。おぉ、やった。
言ったよ。3組目。イエーイ。パチ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 。ちょうどいいタイミングで鳥が飛んでいくな。素晴らしいよ、素晴らしいよ。おかげさまで、フードコースに転向しました。いえいえ、よかった。これにこれもあげます。二人ともいつも仲良さそうやったもんね。実用品、大人スプレーをもらいました。二人とも、よね。子供なんだよね、あきちゃんが。使うよ、使うよ。ほい。では、大人スプレーをかけてください。はい。それでは、よろしくお願いします。さあ、アキちゃんが大人に。すら、すげえ、モデルさんみたい。ありがとうございます。大人になれました。いえいえ、チャーリーさんが拍手しよる。それでは、結婚式を挙げてきます。ほい。おー、素敵ね。何回見ても素敵ね。わあ、おめでたい。次に結婚するのは誰だろうか。みんなが祝福に。いいね、いいね。私まだ誰の結婚式にも出たことないけど、あ、ちっちゃい時に親戚のお姉さんの結婚式とかはあるけど、自分の友達とかはね、まだ出たことないけん、出たいね。アキとチャーリーの新婚旅行 in 中国スタート。交流です。交流。はい、チーズ。チーズ。イエーイ。九歳校です。九歳校。はい、チーズ。水が超綺麗だな。何、毎回同じポーズなの？パンダです。おー、パンダ。はい、チーズ。実はパンダ見たことないけん見たいな。ね。あ、楽しかった。楽しかった。よかったよかった。なになに、お土産。おー、お宝、パンダのぬいぐるみをもらいました。ありがとうね。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。いえいえ、よろしくお願いします。お、レベル上がった。ほい、ということで道具。さあどうだ、何がいいかな。化粧品とかそういうのがいろいろあるんよね。あー、じゃあちょっと CD を。はい、どうぞ。道具 CD をプレゼントしました。じゃあイベント、あ、男子会が開催中や。入るね。ちょっと覗かせて。歌って、どうやったら上手くなるのかな。お、せつなさんは歌が上手くなりたいのか。練習あるのみ。一人カラオケとかで練習する人多いんやろ。なんか、しかも、防音とかが結構ちゃんとしとるけん、ギターを持ち込んで、なんか練習しよる人もおるって聞いたことある。深いよ。なんでやねん。マグカップコレクターか何かかな。ねえ、それって、どう思われてるのかな。鉄なまでいいとこあるのね。誰だっていいとこはあるんだよ。鉄なまでたまに秋と見間違えるね。なんでやねん、性別違うがね。ということで、今女子の間では貝殻がブームらしいよ。貝殻がブーム。いいこと聞いた。お、ぜひぜひ女の子にプレゼントしてあげてよ。昨日二重跳び最高記録出したんだ。二重跳び最高記録。三重跳びの最高記録。マジか。どれぐらいが最高記録なんかわからんけど、すごいね、みんな。しかも張り合うね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もまたこの島の住人になってもいいよという方が来てくださっているので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。ほい、ゆずちゃん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。最近、あれやね、最初の方和み系ばっかりやったのに、最近少ないけんちょっと、
貴重なような。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。間違えた。マンションね。今回もなんだかいろいろと。あ、でも一応3ってことは奇数やけん。喧嘩じゃない可能性も。どうだ？怒ってる。クラ君は怒っている。入るよ。誰に対して怒っているの？どうしたどうした？は？ケン君。どうしたどうした？また物の取り合いかい？仲直りしてよ。なるほど。じゃあ早速、何がいいかな？ちょっとなんかピシッとした格好とかしたらさ、気が引き締まって落ち着くんじゃないの？そんなことはないの？何がいいかな？ピシッとした服って意外とないな。グループ衣装スマート。グループ衣装って言われてもね。発表会、タンクトップ。まあこれちょっと、あれやね、大人っぽいスマート系らしいけん。きっと、落ち着くさ。はい、あげる。どうぞどうぞ。ん？私これ2着持っとんやな。どう？落ち着いた？まあまあ気に入った。服を着替えたからって、怒りが収まるわけねえだろう。って言いよるわ。ほい。ということだから、まあ、食べ物で、ご機嫌伺いを。さあ、チーズケーキをどうぞ。はい、クラ君。どうぞどうぞ。お食べなさいな。美味しくなかったの？なんてことだよ。なんだよ、こいつ、としかなりよらんよね、きっと。わかった。わかったよ。甘いものが苦手なんかな？じゃあ、グレープフルーツとかでさ、さっぱり。あ、ごめん。ごめん。食べ物を床に落とした。大丈夫。3秒ルールがあるから。どうぞ、どうぞ。今度こそどうだ？まあまあ、美味しかった。お、レベルが上がったよ。今、超笑顔だけどどう？そして、道具を。それじゃあ、Nintendo 3DS LL を。はい、どうぞ。これ絶対機嫌治るでしょ。はい。Nintendo 3DS LL をプレゼントしました。クラ君。なんかめっちゃ歩き出したし。ということで。最終的にオルゴールを。どうぞ。うん。聞いて聞いて。絶対 3DS LL の方が機嫌治るけん。なぜそこは影響しないんだい。穏やかな気持ちになりますね。やっと。やっと静まった。腹の虫が。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ来たよ、ケン君。大丈夫だろうか。あれ、でも最初さ、あのマークが出とったとこってケン君の部屋やったっけ？違うよね。相手の方には出ないの？許されなかった。謝りに行くのが遅かったのだろうか。私がもたもたしているから。ダメだったね。おー、せっかくレベルが上がったのに。いやいや、ちなみに今回の原因は？うんうん。そんな時もあるさ。おお、ただの。嘘つきって言う方が嘘つきではないと思う。そこは違うと思うぞ。なるほど。普通に口喧嘩なわけだね。浜辺、誰かいらっしゃるね。お、二人でサッカー？なるほど。シッシーさんとアイちゃんや。いいね、いいね。
なんか男の子同士やったらあれやけどさ、女の子と男の子でこういうのってあまり見かけんけん新鮮なんやけど。楽しそう。私も昔、親と一緒にキャッチボールとかなんかいろいろしよった公園で。そして公園は？なんか遠くでなっちゃんが走りよんやけど。あれは一体ジョギングかな？朝のジョギングタイム？で、二人はなんかめっちゃピクニックって感じやけど。これ何？水筒？ユニポンちゃんと、ナミちゃん。めっちゃなっちゃんの走る音が聞こえる。一体何しよんやろ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。